やっぱりやるからには上を目指さなきゃ意味ないと思ってるんで、中途半端ではできない役だって思ってもちろん入ってはいたんですけど、明日のジョーというものを成立させるためにトレーニングもきつかったんですけど、もらったものがあまりにも大きくて、そういう現場に何かいさせてもらったことが本当に嬉しくて、お互いの思いが通じ合って惹かれ合ったんじゃないかなと思います。親子だと思いますよ。やっぱりリングの上でジョーが倒れたら、あんだけ頑張ってきた我が子が倒れてると思ったらな、それは悲しいし、山下君が時間を割いて腹筋してるのを見たりとかさ、まあ感謝だよな。失敗しても倒れても何度も立ち上がるってことじゃないですかね。明日ってやつは今日という日を綺麗事だけで過ごしてたんじゃ永久に来ない。血にまみれ、汗や泥にまみれ、傷だらけになって、そんな今日という日があるからこそ明日が来るんだよ。お前は明日に向かって死に物狂いで戦って、この涙橋を逆に渡れ。くだらない喧嘩で収容期間が延びると困るんでね。明日のためにその1、やや内閣を狙いえぐり込むように。撃つです。力石徹、うちのジムの所属選手よ。力石って名前は俺だって知ってる。事件起こしてぶち込まれてなきゃ今頃チャンピオンだぞ。プロ並みでしたよ。ジャブだけはね。いいから教えなよ、明日のための次のパンチをよ。待ってるぞ。力石、2年間のブランクを吹き飛ばし圧倒的な強さ。力石勝ちました。素晴らしい快進撃。ジョーだ。ああ決まったぞ、おめえのデビュー戦。おっと矢吹、ついにダウンか。初めて出会ったんです、倒したい男に。どうしてあの人にこだわるの。お嬢さんはどうしてそんなにあいつとの試合を避けたがるんです。俺以上にこだわってるからじゃないですか。矢吹城という男に。ウルフに勝ったら次はあいつだ。力士とやらせてもらう。俺との勝負がつかねえまま消えるつもりか。決着はリングの上だ。バンタム級に減量するつもり？変えられないものだ。宿命は。思い出すんだよ。明日のためにその1を、2を、3を。上位タレー！